歌。歌、IATA, UT, ICAO、歌、コールサイン、歌は九百六十三年から九百九十年にかけて存在したフランスの国際航空会社。主にフランス本土とアフリカやインド洋上の旧植民地、及び日本や東南アジア、ニューカレドニア、タヒチ、オーストラリア、ニュージーランドなど島などを結び、 エールフランスに次ぐフランス第二の航空会社だったが、1990年、エールフランスに吸収合併された。機材の塗装は、尾翼付近をコ色としていた他は、白だったが、ドアだけを緑色に塗るという特徴的なものであった。旅行会社のパンフレットなどでは、ウたフランス航空と紹介されていた。1946年10月26日、パリマル西油便から、 運行開始した TAI 型機、DC-4 型機などを使用し冒頭の植民地中心に事業を展開していた。ワットは1949年に西アフリカに定期航路を展開するフランスの船会社、シャルジュール・レ・ユニ、英名、ユナイテッド・シーパースト複数の工業技術者出資で発足運行はパリ発着でダカール、ポアントノワール。 サイゴンの核航路や不定期航空貨物便を展開、1953年2月19日、デファビランドコメット1型機を西アフリカ便に投入し、さらに、同年11月にはトリポ、ヨハネスブルグ航路の一部便で運用していた。その後コメット型機は運航停止処分が下され、旅客便、メインフリートを改めてダグラス DC-6 便型機に定めて増応機を図ったが、 新造機の納入は早くとも5年後というダグラス社の回答から新造の2機は1958年に受領し、現状の不足分については中古機の買収を進めた。このうち3機は日本航空同様に貨物型の DC-6A 型機を旅客型に回収して用いてる。DC-6B 型は大会の追加を含め延べ10機を使用した。 1961年3月エールアフリックの発足時に w a t は機材対応など事業協力し、シャルジュール・レユニなどと連盟共同設立したアフリカ地区の総合輸送事業合弁会社ソディラデワットラで w a t が担当だった空輸送部門を業務再編分離してエールアフリックに継承させている。TAI はダグラス DC-4 型機と 後継 DC-6 型機を主力に据え、1950年代初期には、パリ発期にハノイ、アンタナナリボ、アビジャン、ダカールの各航路を展開。この間には、飛行艇ショートソ連島、リース、ポリネシアのボラボラ島へ、商業運航の試験飛行や1952年に、主エスト SE、2010型機を4機8ヶ月、使用して取りやめなど、試行錯誤を繰り返した。 主力機の DC-6 型は改良版 DC-6B 型機に展開。TAI では1953年6月12日、DC-6B 型で2機目に当たる国籍登録記号外部合同、完成引き渡し後に仮設燃料タンクを増設し、フェリーと実地源を兼ねて、サンタモニカバリカン5700マイルをノンストップで飛行させ、 この試みは1956年1月1日、パリハノイ路線からニューカレドニアのヌメアまで延長された際に生かされた。両者が発展した1950年代は一方で、年を追うことに定期航路を展開していたフランス保護領と植民地では内戦や独立が相次ぎに、経ではイギリス領なども同様か独立して不安定な政権に国境紛争かその 乗り入れ券と定期便航路維持どころか安全を脅かす世界情勢の変化に直面した。フランスが掌握していた各地へ、本国政府とその関連から、兵員や軍事物資などを期間限定のチャーター便輸送を担当て収益を得たが、一家的なもので、徐々に安定した事業展開が望めない状況となった。TAI では1956年、海路国際空港で、 DC-6B があった記事こと1959年9月24日、ボルドー・メリニャック空港307便墜落ゆえ、発生から安全面信頼性は失意していた。ワットのデハビランドコメット型機定期便導入は、新興航,航空会社の知名度を広く売り込むことに成功した。1954年4月コメット型機は、連続墜落事故から飛行停止処分になり、 旅客定期便用の機材不足に陥ってしまう。事業計画に沿って、所有機材の整備計画では、将来の転用貨物輸送機を合わせて、心臓化中古の DC-6B 型機の追加導入をこれ以前から進めていたが、この気球自体に、心臓の DC-6B 型機より、 はるかに割りしな金額で中古の貨物型 DC-6A 型機を購入し旅客型に回収する失態を招き、輸送事業部門のシャルジュールレイユニと連携をさらに強めて業績の引きを図り、TAI と同様にチャーター便や航空貨物事業の強化に努めた。WAT が新たに立案した機材整備計画ではダグラス DC-7C 型機を回避している。 長い航続距離性能を備える DC-7C 型機を TAI や他社は集客競争のジレンマからなし崩し的に導入していたが WAT では感染主力機として数年ほど最長5年間未満でその後に早期転売処分や用途の点を行って焼却額が割り込むことを予想し引き続き DC-6B 型機を使い続けることを選択した ジェット旅客機の再導入はダグラス DC-8 型機を選定して営業戦略を探っていた。1958年12月26日ローデシア、ゲンジンバブエソールズベリー、ゲンハラレでダグラス DC-6B 型機がサイクロン接近の悪天候下の中離陸直後に墜落、乗客乗員70名中死亡3名の事故が発生した。 親会社投資ファンド部門の支援は、停滞状態で、融資の回復には、致命的な事件となった。大きな板で覆った両社は来たる1960年代を、前に競合航空会社へこ絶対条件である、機材のジェット加工新へ、資金調達条件は厳しいものとなり、経営不振に先行きすら危ぶまれた。経営立て直しには二社合併策が提言され、シャルジュールレユニット、 ワット主導で計画進み T.A.I. を吸収合併する形で1963年10月1日、ウタ、ユニオンでトラポーツ・アリアンズは発足した。社名は誤って、ユニオンでトラポーツ・エローマリタイムと報道などで、ごきこ称されること多く、全身会社ワットの、エローマリタイム、ソラ、カイジとの誤解だったが、略称、ウタを、ワットと間違う以外は抗議しなかったという。 シャルジュールレユニワの地蔵資分を引き受け1990年頃まで、歌全株式の62.5%を保有し、1954年11月に、全身会社を発足し1960年2月、コルシカ島を結ぶ、定期便を開設したエールアンテールに、捨て事業提携から歌を通して、出資を引き受けている。1960年代に入ると、 国内外の航空会社間で集客競争が激化した。ウッタはその前身時代からエールフランスとの路線航路便数割り当てをめぐる争いを展開し1963年合併発足後、フランス政府は郵便事業女性から介入し、ウッタにはフランス本土アフリカからオセアニアにかけての主に南半球を割り当てて大半には航路独占権を付与して仲裁。 その後アメリカとの援権をめぐる外交、渡る成立からフランス発にサンフランシスコ、ロサンゼルスなどを経由し接続するオセアニア便数拡大では中間区間に当たる北大西洋横断便枠の活用を受けている。アメリカでは1978年12月が議会通過後、北米で国内外を運航する航空各社は自由競争の時代に入った。北。 大西洋横断便は IATA 協定から低下運賃が定められ格安航空会社はロフトリディアラフトリーサ AMA アイスランディック航空アイスランディックエラインズなど所要時間が長いローカル路線便や会員制団体旅行クラブなどチャーター便に限られたが旅行代店による運賃の細かな調整にイギリスレーカー航空など観戦を低料金で 大量輸送する会社が登場し新しい時代に入りつつあった。1986年フランス政府は航空事業の規制緩和とフランス国鉄 SNCF に打たエールフランスエールアンテールを含めた国内外航路網の統合整備を伴う総合交通輸送政策を発表、女性の大幅カットから航空会社には路線の見直しと整備拠点など、 集約合理化を勧告し、事業規模の変更に伴い各社では、人員整理解雇、賃金カットを予告すると、パイロットを含めた労働組合によるストライキが頻発して結果が相次ぎ、混乱する運行状況から、乗客はフランス国籍航空各を避けそれぞれは減収し、打ったでは路線統合を飲み帰りに乗り換え便へ連結できる。 ニューヨーク便などの増便許可を求めたが、1988年にユダヤ人から拒絶され、1989年10月ローソとの交渉決裂から、ウタは破綻を前に身売りを決断、フランス国外の大手航空会社と交渉機会を持ったが、オセアニア、インド洋など、ローカル国際航路が多い事業展開に興味を示す。他の会社はなく、九百九十年一月十二日、 エールフランス参加におかれ1992年12月18日九州合併で消滅した。日本のリーレは1974年11月から東京当時の羽田空港に就航。路線は本国フランスのパリからではなくニューカレドニアのヌメアから延伸だった。アイランドホッピング航路が多い歌でこの路線はヌメアで便名を変えてサンフランシスコ。 ニューヨークを経由して、パリへ向かう航路で、機材メンテナンスなどの都合でもあった。当初は、シーズン期間限定運航で DC-8 から53型機を使用して開始、その後歌の日本人客室乗務員が登場し、成田空港移行後の1980年頃から、日本航空と運航便提携が行われいくつかは、共同運航便、歌材で運航に移行し、何利 他七便を開設したが、限定運行、運休期間は変わらず、1983年頃、DC-10 から30型機に更新から、ヌメア便は、通年定期運行へ、1990年代の AF への統合で747から300、400で成田に乗り入れて、パリ、パペーテ、ヌメアの各便で使用されていた。現在ヌメア便は、 エアカランの A330 で運行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。